源氏物語第19条薄雲。冬になってきて川沿いの家にいる人は心細い思いをすることが多く、気の落ち着くこともない日の続くのを源氏も見かねて、これではたまらないだろう。私の言っている近い家へ引っ越す決心をなさい、と勧めるのであったが、宿変えて、松にも見えずなりぬれば、つらきところの多くもあるかな、という歌のように、恋人の冷淡に思われることも、地理的に斟酌をしなければならないと、強いて解釈して、自ら慰めることなどもできなくなって、男の心をあらわに見なければならないことは、苦痛であろうと、明石は躊躇をしていた。あなたが嫌なら、姫君だけでもそうさせてはどう？こうしておくことは、将来のためにどうかと思う。私は、この子の運命に、予期していることがあるのだから、その暁を思うと、もったいない。西の隊の人が、姫君のことを知っていて、非常に見たがっているのです。しばらく、あの人に預けて、袴着の式なども、公然、二条の院でさせたいと私は思う。源氏は、年頃にこう言うのではあったが、源氏がそう計らおうとするのではないかとは、明石が以前から想像していたことであったから、この言葉を聞くと、はっと胸がとどろいた。良いお母様の子にしていただきましたとしても、本当のことは世間が知っていまして、何かと噂が立ちましては、ただいまのご親切がかえって悪い結果にならないでしょうか。手放しがたいように女は思う風である。Thank you.
あなたが賛成しないのはもっともだけど、警護の点で不安があったりしないでおきなさい。あの人は私のところへ来て随分長くなるのだが、こんなかわいいもののできないのを寂しがってね。前西宮などはいくつも年が違っていない方だけど、娘として世話をすることに楽しみを見出しているようなわけだから、ましてこんな無邪気な人にはどれほど深い愛を持つか知れないと私が思うことのできる人ですよ。源氏は紫の女王の善良さを語った。それは本当であるに違いない。昔は源氏の愛は落ち着くものか想像もできないという噂が田舎にまで聞こえてきたものであった源氏の多情な恋愛生活が清算されて、皆過去のことになったのは今の夫人を源氏が得たためであるから、誰よりも優れた女性に違いないと、こんなことを明石は考えて、何の価値もない自分は決してそうした夫人の競争者ではないが、京へ源氏に迎えられて自分が行けば夫人に不快な存在と見られることがあるかもしれない。自分はどうなるもこうなるも同じことであるが、長い未来を持つ子は結局夫人の世話になることであろうから、それなら無心でいる今のうちに夫人の手へ譲ってしまおうかという考えが起こってきた。しかし、また気がかりでならないことであろうし、つれづれを慰めるものを失っては、自分は何によって日を送ろう。姫君がいるために、たまさかに訪ねてくる源氏が、立ち寄ってくれることもなくなるのではないかと、反問されて、結局は、自身の発行を悲しむ証であった。あなたが姫君を手放すまいとするのは間違っている。ここにおいでにならなくなることは、どんなに苦しいことかは知れないけれど、あなたは母として姫君の最も幸福になることを考えなければならない。姫君を愛しないでおっしゃることで、これはありませんよ。あちらの奥様を信頼してお渡しなさいよ。母親次第で陛下のお子様だって階級ができるのだからね。源氏のおとどが誰よりも優れた天分を持っていらっしゃりながら、見くらいにお付きにならずに、一臣下で仕えていらっしゃるのは、大納言さんがもう一段出世ができずにお隠れになって、お嬢さんが好意にしかなれなかった。
その方からお生まれになったことで、ご損をなさったのですよ。まして、私たちの身分は、問題にならないほど恥ずかしいものなのですからね。また、親王様だって、大臣の家だって、良い奥様から生まれたお子さんと、劣った聖母を持つお子さんとは、人の尊敬の仕方が違うし、親だって公平にはおできにならないものです。姫君の場合を考えれば、まだ幾人もいらっしゃる立派な奥様方のどっちかで姫君がお生まれになれば、当然肩身の狭い方のお嬢さんにおなりになりますよ。一体女というものは親から大切にしてもらうことで将来の運も招くことになりますよ。袴着の式だってもどんなに精一杯のことをしても王位の三層ですることでは華やかなものになるわけはない。そんなこともあちらへお任せしてどれほど尊重されていらっしゃるか、どれほど立派な式をしてくだすったかと聞くだけで、満足をすることになさいね、と娘に教えた。賢い人に聞いてみても、占いをさせてみても、二条の院へ渡す方に、姫君の幸運があるとばかり言われて、明石は、こう話すまいと固執する力が弱っていった。源氏も、そうしたくは思いながらも、女の気持ちを尊重して、強いて言うことはしなかった。手紙のついでに、袴着の支度にかかりましたか?と書いた返事に、何事も無力な母のそばにおりましては、気の毒でございます。先日のお言葉のように、老い先が哀れに思われます。しかし、そちらへこの子が出ましては、また、どんなにお恥ずかしいことばかりでしょう、と言ってきたのを、源氏は哀れに思った。源氏はいよいよ二条の院ですることになった姫君の袴着の吉日を選ばせて式の用意を命じていた。式は式でも紫夫人の手へ姫君を渡しきりにすることは今でも耐え難いことに明石は思いながらも、何事も姫君の幸福を先にして考えねばならぬと悲痛な決心をしていた。乳母と別れてしまわなければならぬことでもあったから、気がめいってならない時とか、つれづれな時とかに、どんなにあなたの友情が私を助けてくださったか知れないのに、これから先を思うと、お嬢さんのいなくなることと一緒に、また、それがどんなに寂しいことでしょう、
と目の戸に行って明石は泣いた。前生の因縁だったのでございましょうね。不意にお宅でご厄介になることになりましてから、長い間、どんなにご親切にしていただいたことでしょう。私の心にご好意は得りつけられておりますから、これきり疎遠にいたしますようなことは、決してないと思われますし、またご一緒に暮らさせていただく日の参りますことを信じておりますが、しばらくでも別々になりまして、知らない方たちの中へ入って参りますことは苦しゅうございます、と目のとも言うのであった。こんなことを毎日言っているうちに、12月にもなった。こんなことを毎日言っているうちに12月にもなった。雪やみぞれが降る日が多くて、心細い気のする証は、いろいろな形でせねばならない苦労の多い自分であると悲しんで、平勢よりもしみじみ姫君を愛撫していた。大雪になった朝、過去未来が思い続けられて、平勢は縁に近く出るようなこともあまりないのであるが、橋の方に来て、明石は右輪の氷などに眺め入っていた。柔らかな白を幾枚か重ねた体つき、頭つき、後ろ姿は、最高の貴女というものも、こうした気高さのあるものであろうと見えた。こぼれくる涙を払いながら、こんな日にはまた、特別にあなたが恋しいでしょう、と可憐に言って、また、目の戸に行った。雪深き深山の道は晴れずとも、なお踏み通え、あと絶えずして、目のとも泣きながら、雪まなき吉野の山を訪ねても、心の通う、あと絶え目やは、と慰めるのであった。この雪が少し溶けた頃に源氏が来た。平勢は待たれる人であったが、今度は姫君を連れて行かれるかと思うことで、源氏の訪れに胸騒ぎのする証であった。自分の意志で決まることである。
謝絶すれば強いてはとお言いにならないはずである。自分がしっかりしていればよいのであると、そんな気も明かしはしたが、約束を変更することなどは軽率に思われることであると反省した。美しい顔をして前に座っている子を見て、源氏はこの子が間に生まれた証と自分の因縁は並々のものでないと思った。今年から伸ばした髪がもう肩先にかかるほどになっていて、ゆらゆらと見事であった。顔つき、目つきの華やかな美しさも類のない幼女である。これを手放すことでどんなに苦悶していることかと思うと哀れで、一夜がかりで源氏は慰め明かした。いいえ、それでいいと思っております。私の産みましたという傷も隠されてしまいますほどにしてやっていただかれればと言いながらも、忍びきれずに泣く証が哀れであった。姫君は無邪気に父君と一緒に車へ早く乗りたがった。車の寄せられてあるところへ明石は自身の姫君を抱いて出た。片言の美しい声で袖を捉えて母に乗ることを勧めるのが悲しかった。末遠き双葉の松に引き分かれ、いつか小高き影を見るべきとよく言われないままで、非常に明石は泣いた。こんなことも想像していたことである。心苦しいことをすることになったと源氏は嘆息した。おいそめし、根も深ければ、竹熊の、松に小松の、千代を並べん。気を長くお持ちなさい、と慰めるほかはないのである。道理はよくわかっていて、抑制しようとしても、明石の悲しさはどうしようもないのである。目の戸と少将という若い女房だけが従っていくのである。守り刀、雨がつなどを持って少将は馬に乗った。女房車に若い女房や道女などを多く乗せて見送りに出した。源氏はみちみちも明石の心を思って罪を作ることに知らず知らず自分はなったかと思った。Thank you.
暗くなってからついた二条の院の華やかな空気はどこにもあふれるばかりに見えて、田舎に慣れてきた自分らがこの中で暮らすことは決まりの悪い恥ずかしいことであると、二人の女は車から降りるのに躊躇さえした。西向きの座敷が姫君の居間として設けられてあって、小さい室内の装飾品、手道具が揃えられてあった。乳母との部屋は西の綿殿の北側の一室にできていた。姫君は途中で眠ってしまったのである。抱き下ろされて目が覚めた時にも泣きなどはしなかった。夫人の居間で菓子を食べなどしていたが、そのうち辺りを見回して母のいないことに気がつくと、かわいいふうに不安な表情を見せた。源氏は乳母を呼んでなだめさせた。残された母親はましてどんなに悲しがっていることであろうと想像されることは、源氏に心苦しいことであったが、こうして最愛の妻と二人でこのかわいい子をこれから育てていくことは非常な幸福なことであるとも思った。